はい、トマムカルメンテリということで。カルメンテリどうですか、今年の原田さんは。いや、いいっすよ。いいですか。いいっすよ。儲かりまっか。いやいや、儲かってはいないけど。儲かってはいないよね。儲かってはいないけど。儲かってないけど。世の中、ほら、物価高で大変じゃない、もう。大変。すげえ高くなってるよね。もう、本当に。で、娘もさ、今度中学行くって言ってさ、ああ中学のさ、制服が高いんだね。ああ、そう。みんな。びっくりしたもん、高くて。ね、そうでしょ。うん。新品。まあ、新品。あの、一人目だから。さすがに新品。中古はないよね。さすがに。下の娘も新品買ってやるかな。さすがにそれぐらいお父さん頑張ろうかな。そうだよね。まあいいや。4万、5万。え、もっと ?10 万ぐらい、全部10万ぐらいかかるとかって。10万ぐらいするの、うん、やばいよね。なんか、この間請求された嫁から。うん、嫁から。はい、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 つって。制服代。制服代となんかいろいろあるみたいな、靴とかなんかいろいろあるんじゃないの。そうそうそう、体操服とかさ。そうそうそう、なのさ、部活よ。部活は何部活ね、今バスケやってんだよね。バスケバスケバスケ、うん、やっぱり身長大きい。でかいでかい。原田さんに、うちの嫁も70あるし、ね、バスケやってたから、うん、ほらあのなんだっけ、深夜の嫁さんと昔バスケ一緒にやってた。そうだ、そう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 、ね、そうなんだよね。そこもバスケ好きだね。そう、あそこバスケ好きで、でなんか娘もバスケやるっつって、今一生懸命やってる。いいね。うん、中学でもやるっつって。あ、楽しい。身長160いくつだよね。あ、本当。ももちゃん超えてるわ。あ、まだこれからだもんね、結構伸びるんですね。そうですね。いいですね。いや、シエナちゃん可愛くなったね。シエナちゃん大人っぽくなったでしょ。めっちゃ美人になったね。いや、なるとは思ってたけど、いや、ちょっと最初わかんなかったもん。綺麗なお姉さん入ってきたなと思ったら、シエナだったもん。あれ、びっくりしたわ。まあ、うちのカフェでバイトしてんの。おお、ナンパされるんじゃない。ナンパされる。されるよね。ちょこちょこナンパされる。お父さんの意見何やってんのかって怒るんで。いや、俺は全然話だけ聞いて。でもなんかその男の質があんまり良くないらしくて。あ、いや、ナンパされたけど全然興味なかったわ。そうか、そうか。はい、ちょっと男見る目あるな。ちょっとあれだね。安心だね、ちょっとね。そうだね。まあ、うん、そうだね。なんかタイプってあるんだね、やっぱりね。やっぱお父さんみたいなのが好きになるって言うからさ。全然俺じゃないみたいなの好きになるんじゃないの。俺じゃないわ。英語ペラペラな。いやーなんだろうな。写真と映像撮るのがうまい。とまずあのルックス重視じゃない。ルックス重視だ。だってあのリバーフェネックスって覚えてる。ああ、しよしよし。ね、もう死んじゃったね。うちの嫁がリバーフィネックス大好きだった。若い時。で、娘たちに、ほら、この人かっこいいだろってね、散々見せたら、なんか洗脳されたみたいで、もうリバーフィネックスみたいな人がいいとか言って、いないよ、そんなの。いない。そんな人はいないから。あ、でも、あの人オーバードーズで死んじゃったんだよね。そうそうそう。そうだよね。ちょっとあんまりおすすめできないよね、かっこいい、ね。まあ、そうだね。かっこいいんだけどね。ああいうかっこいい人は危険っていうことだね。危険だね。山危険だね。山ちょっと危険な時代もあったから。危険な時代。今は多分、ね、そのことちょっと知ってるかもね。俺危険な時代が一番よく知ってるから、ね。その話にしましょうか。すんのそれ。聞きたいな。山の危険な話。サッカーやってる頃。いや、俺ね、だってさ、山一番最初取ったのレールこすってたもん、山。あ、それ聞きたい。うん、レールこすってたもん、山。ストリート？ストリート、ストリート。俺国際に行って、うん、なんか、トリオっつったら、ヤマとミノッチと、あと誰いたっけかな、誰かいて、まだ大学生ぐらいじゃない、ミノッチとか。はいはいはい。ヤマも大学生のトリぐらいの時。そうだと思う。じゃあ行くとかっつって、ゲレンデなんか国際だから大したことないから、うん、ちょっとストリートに行くかっつって、ストリート行って、みんなで神社の前のレールこすってて。札幌で。写真多分あると思う。札幌。それ結構。ニース前かどっか。すげえいいんじゃない、それ、その写真が見たい。あるある。そうそうそう。神社の前のレールコースってなら今こんなにね。こんなになってるのか。硬いところなんか一切行かない人になっちゃったね。変わったね、人もね。受けるな、その時はもうサロモン？サロモン。もうサロモンだ。サロモンだ。そうそう。半年、10年は経つか。20年。いや、余裕で20年以上経つよ。25、6年、30年までいかないけど。そうだよね。それぐらい前。すごいな。その時はもう結構写真は撮ってた。あ、俺もだったから。結構バリバリ。まあ、バリバリではないけど、まあ、駆け出しぐらいの時で、撮ってた。
そうそう、手すり協会とかさ、まあ、手すり協会がもう感じだったよ ね、俺もね、うん、やってた感じだもんね手すりばっかり取ってたよね、そうだね、パウダーの日でも、パウダーの日でも、そうだね、手すりばっかり取らされてた、やってたよな。いや、あれはあれでね、あのいいカルチャーだったからさ、そう、俺もすごい好きだったけど、なんか今法律的にカメラマン的にめちゃくちゃ面白いよね。確かに。ストリートっていうか。そうだね。あの作れるからね。そう。自分で作り込めるから。絵が作れるから。あの山一発で終わらないっていうか、何回もできるし。それは嫌だったけどね。いやでもね、それは嫌だったな。一発で終わってほしかったね。終わらない。終わらないんだもん。終わらないの。やるからさ。まあね、もう取れたよーみたいなね。もういいんじゃないのって、でもメイクするまでやるからさ。そうだね。そう。カメラマン的にね、メイクしたやつが一番いい写真じゃなかったりするもんね。しかもさ、当時さ、フィルムだったからさ、そうだね。そう。36枚撮りで、フィルム代で1500円で、現像代で1500円で、36枚撮るだけで3000超えてたからさ。そうだよね。今みたいにタダじゃないからさ。確かに。いやー、大変だった。で、シークエンスで撮れとかってみんな言うからさ。シークエンス流行ってたもんね、その時代ね。流行ってた。あ、めっちゃ撮ってた。そうだよね。いや、マジかよ。昔だから、いや、これぐらいフィルムいるんですって出版社に言ったら怒られたもん。そんなに出せるかつって。20本ください。そう、渡来さんにね、怒られちゃった。でも、やってた。海外の旅行くときも、すごい本数持ってった。持ってった。ね、あのね、こんなケースでね、うん、何個かもらって、行ってたよね、海外ね。そうだ、ん、ね。行ってたよね。で、それをなんか考えるのも一つの旅の準備っていうか、何本ぐらいかなみたいな。あ、つったね。うん。で、2位のコダックだったっけ？俺コダック好きだったけど、ね、コダック好きだったよね、うん、コダック好きのニコン好きだったもんね。そう、ニコン、コダック、ちょっとアメリカンな感じで、アメリカンな感じ、なんでニコンがアメリカンな感じかわかんないけど、いやいや、だってなんとなくね、あ、ニコンはね、ニコンもなんとなく、そうだね。まあ当時はキヤノン、俺はキヤノンで富士、キヤノンで富士、プロビア、うん、プロビアとかベルビアが好きで使ってた。あ、でもやっぱり晴れた青空の日はベルビアとか。ベルビア良かったね。晴れた日はベルビア良かったね。うん、もう晴れたら必ずベルビアの50、あの、感度50とか使ってたね。コダクロームの64好き、好きだった、うんうんうん。あれもいいね。あれはニールっぽいよね、あれ、うん。ちょっと黄色い感じ。黄色いクリーミーな感じが。そうそうそう。好きだったんだけど。そう。そんな。未だになんか、一個悔しい思いがあって、うん、あ、フィルムの最後の方に朝日だけ行って、うんうん、山とか隼人とかいたかな、うん、なんか、そう、すっげえいい日で、うん、めちゃくちゃ晴れて、コダクロームの64のフィルムで撮ってて、決まったっていうなんか飼育撮って、うん、そのフィルムなくしたの、雪に落として、で、探しても全然出てこなくて、なんかフィルムってそういうこともあったなぁ。ですよね。うん、俺も焦って巻く前に開けて観光されちゃって真っ黒にしたってこと何回かあるよ。はい。それ編集者に見られて、原田さん、また開けましたって。今開けましたなんか会うたんびに言われるんだよね。それね、テンション上がりすぎて。いやもう、早く次とかなんかそういう感じだったと思って。うん、はい。ちゃんと巻いてないのに。巻いてない。開けて。いや、怒られはしないで、笑われた。そうなんだって。すいません。もう一回飛んでもらっていいですか。いやでもね、それあれだったわ。あのハウトゥーだったから別にそんな。あ、そう。ハウトゥーかなんかあのポートレート撮影だったから大してあるじゃん。はいはいはい。まだよかった。さすがにそのヤバいのはないね。ヤバいの撮れたら観光はさせなかった。そう。ヤバいの撮れたらだいぶ残っててもすぐ巻いてたよね。もう俺は巻いてたもん。ああ。やばい。もうこれ撮れたなと思ったら。あ、本当。残ってても巻いて。お。すぐ入れてた。なるほどね。撮り切らずに。そうそう。か何個か撮ってそれをテスト、終わりの方テスト。わかんないけど、はいはいはい、そして、うん、え、自分で現像とかはしてたの？あの一時期紙焼き流行った時あるじゃん、うん、プリント流行った時あるじゃん、うんうん、あの時プリントの機材買ってプリントはちょっとやったけど、現像まではしなかった。プリントはしてたんだ。プリントほら花坂っていたの覚えてる？ああ、覚えてる。花坂がプリントですごい真っ青のなんかすごいやつやってたよ。なんかあいつ蜷川美香好きだったからさ、うん、そういうのやってたんだよね、うん。でそれとかやってて、あいつはなんか借りて、あのラボ借りてやってたんですよ。それなんか意識化ってやってたんだけど、やっぱうまくいかなかった。まあ、ですぐ終わった後にもうデジタルになったんだよ、ね、うん。で俺割とデジタル好きだったから、早いうちからデジタルもうデジタルに切り替え行って、でフォトショップでいじれるってことも分かったから、そう、ね、うん、結構原さんはテック派だよね。俺はデジタル早かったし、ね、原稿書き換えたりとかなんかしたから、うん、あと今もフォトサービスのさ、ウェブサイトのシステム自分で作ったりとか。まあそうだね。そうそうそう、なんかそういうこうテック系にこう関心が高いなって。
器用貧乏ってよく言われる。器用貧乏。器用貧乏。器用貧乏って。器用貧乏って初めて聞いた。器用貧乏って言葉ある。器用だけど、うん、器用にこま、いろいろなことやるんだけど、うん、結局なんかそんなに儲からないみたいな。儲からない。器用貧乏。器用なだけ。チーム器用貧乏ですわ、こっちも。一緒だわ。すごいいろいろうまくやるけど。ニールも何でもやるよね。そう、何でもやる。何でもやりすぎるとね、儲かんないよね。いや、そうそう。いや、そういうこと、そういうことみたい。ね。そうそうそう。でもなんかやりたいよね。いや、そんな好きなんだ。なんか、いろいろやりたい、いじりたい。なんか機材あったら買いたくなるよね。新しいの、すぐ、なんかね。やりたくなる。ね、ちょっと山の、一番今まで撮ったやばい写真、自分で山のここはかっこいい。山ね、昔ね、あのね、山の結婚式の時俺行けなかったんだけど、うん、山の結婚式に写真送ってあげたのね。山とあの春ちゃんの写真。春ちゃんのはあの昔とそうそうフェイクニセコで、あのニセコの公式かなかなんかで、あの鉄平とか広瀬鉄平とか、あと誰いたっけな。うん、あの、よう、あの、天川ようとかいたかな、うん、とかと、あ、上もいたね。上もいて、みんなで、あの、ジャンプセッションやろうって言った時に、はるちゃんも暇だから、はるちゃんもおいで、つって一緒に来て、まだその頃知り合う前だって、山。ああ、そうなんだ。はるちゃんもおいで、つってはるちゃん行って、はるちゃん、ビッタビタのかっこいいトゥイーク決めてさ、すっげえかっこよくてさ、女性ライダー、当時俺いっぱい撮ってたけど、うん、いや、はるちゃんすげえ美人だしさ、うん、いや、すげえうまいのに、なんだろうな、もっとメディア出ればいいのにとか言ったら、はるちゃんはその写真。で、いいね、山は、うん、それよりも何年か前に、ニセコで、なんだろうな、なんかドロップの写真ね。インディーかなんかやった写真があって、それ結構、写真撮って、それかっこよくて、それもね、山のトランスワールドの、一番最初の時の特集かな、かの時にニールの写真と俺の写真で、あの山の特集が、うん、3ページか4ページぐらいあった時のやつの時に使ってもらった、あのドロップの落ちる時、落ちの写真、はいはいはい、が俺山一番 で、結婚式の時に、あのこうやって春のそのトゥイークと山のそのドロップの写真をあのプリントして、うん、あのプレゼントして結婚式に送った。あ、そうだ、その写真が一枚。あ、素晴らしいですね。話長かった。いいね。いや、いいわ。いいね。山の忘れた。え、ニールは山なんかすごいんじゃない？あ、多分俺が一枚選ぶとなったら、あの十勝だけど、道脇にあるあのとんでもないでかい崖、クリフジャンプしたとき、それも落ち系で、落ち系だ。やっぱりありえない高さだし、誰が見てもっていう、なんか あれもインディーかな。多分似てるかも、そのこう、そうかっこいいと思う、あの当時ね、落ち系結構探してハマってたし、なんか何年ぐらい前？うわ、それも、うわ、何年前だろうね。20近く行くかもね。かなり前ね。まあもうブループラットではあったけど、それの早い頃だね。なんか、十勝岳とか行き出して、まだ。うん、じゃあもう全然最初の頃だね。まあ、そうだね。あの沢なんですね。まあ、大きな。ロードランスで。はい。あの、途中見て、はいはいはい、すごい、まあ、深い雪の日だった。出してマジでみたいな。さ、探してたもんね。いや、でも山若い頃よく落ちてたよね。落ちてた、うん、落ちてして回ってた。カーダンチのだって一番最初のやつもあれすごいよね。あのなんだっけ、うん、落ちのやつ、あのなんだっ どれだっけ、朝日岳のさ、あのバンドさんのさ、はいはいはい、あれカーダンチの最初ぐらいのやつ、そうかもそうかも、一作目かあれもやばかったよね。みんなあれはすげえやつって話、なってたもんね。落ちてた。ましたね。落ちてた。やたら落ちてた。もうちょっと今はね、体をちょっと大事に、膝をちょっと長持ちするように。しますさ、僕じゃあ開けますね。今標高落ちる感じですね。空中じゃなくて。じゃちょっとゲート開けていきます。あ、わかりました。今日の放送ありがとうございました。よいしょ。ご苦労様です。なんか、いいですか？ごめんね。こちらです。はい。ありがとうございます。じゃあ、運転します。いたい。おっ。
はいっす。オッケー。いっす、いっす、いっす。確かにクリフジャンプにもあったよね、前。ねえ、やってたよね。今のビッグ M なのかもね、なんとなく。海バーンみたいな。あ、そうか。でかけりゃ意味で。あ、なるほどね。なるかも。その時はクリフだったけど、今はビッグウェーブ。ああ。一緒かもな。なるほど。そのスリルというか。まあ、飛んじゃえばなんとかなるみたいな。ああ、なんすか。クリフジャンプ、ね。クリフジャンプもそうだし、ウェーブも。挑戦、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 挑戦。自分にとって、前はクリフだったけど、今はそれがサーフィンのビッグウェーブで同じ気持ちを味わってるという話です、ね。いや、もうどの辺で今波乗ってんの？四国行ったりとかしてんだ。ビッグウェーブ。あ、もうあっちの方行ってるんだ。そうなんだ。何年に一回の。そうそうそうね。たまに来るからいいやつ。その時電話来る。たまに来る時もあるし、まあ、自分で見て。いいからやっぱ早めに。ね。5日ぐらい前に会ったりして、外す時もある。どうだよね。行って外したんで。つって。まあでもね、いい旅にはなるけど、なるほど、中心もね。いや、それなのに、なんか波。なるほど。北海道でそこまでのビッグウェーブはやっぱりありえない。こういう場所ない。ないよね。そっか。システムとか。ああ、みんなそのチーム、そう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 ね、ジェットでやったりしてるから。ジェットスキーと全部やらないといけない。あ、確かにね。モービルで山入るのと一緒だよ。一人じゃできないもん、ね。そっか。いやー、いいね。なんかね、それも、やっぱ一回は、取りに行けたらいいな。ね、取りたいよね。うん。ニール。600ミリだよ。いや、丘取りだ。中、中入ってこう取ったやろか。中入って。中入って。死ぬね。俺は死ぬよね。もう、ライフジャケット5枚ぐらい着て。いや、でもさ、よく言うのがさ、サーフィンカメラマンって、その、海に入って撮らないと、本当のサーフィンカメラマンって言うよね。あ、そうなの？スノーボードカメラマンも、なんだっけ、バックカントリー入ってちゃんと撮れないと、ちゃんとしたスノボでカメラ待って出ない。そうだよね。まあ、うん、確かに。いや、BC なんて多分無理でしょ、普通の人だと。ちょっと、ね、ちょっとスキーできるぐらいとかっちゃ、うん、無理じゃん。カメラが上手くても、スノボで滑れても、うん、バックカントリーは別物。いろいろある、ね。うん。そう。準備から慣れたらな、長年それを回数重ねて、やって、徐々にね、初めからそうだもんね。そうだ、ちょっとずつ道具揃えて、経験して、みんなにいじめられて。そうだよね。成長するよね。成長するよね。そうだよな。その辺、俺らは、まあ、早かったから、道具と一緒に成長した感じでいいけど。最初の頃だって、全然何も持たないで入ってたもんね。何も持たないし。スノーシューすら持ってなかったもんね。スノーシューすらもう、高級品で買えなかったもんね。そうそう、最初の始めた頃。高いし。うん、だフィルム台でもう全部回っちゃってさ。そうだよ、ね。またさっきの話だけど。ほんと金なかったよね、若い頃。とりあえずカメラマンは重いから、みんな登った後に登るっていうのだけ覚えてたもんな。階段ができたら行こうって。まあだろうね。でもまあ、逆に今の人、道具がいろいろ進化してるから、最初から高いもの買ってやらなきゃいけない雰囲気あるもんね。あ、スプリットボード20何万みたいな。そうだね。なんか何もなしに行くこともありえないもんね。ないとダメっぽい雰囲気とかあるしね。ね。ビーコンもあって、全部買って、50万ぐらい借りるよ。カメラマンとか舐められたらまずおしまいだしね。そうね。あ、こいつ撮れねえなとかって思われたらもうおしまいでしょう。そうだね。確かに。もう呼ばれないもんね。呼ばれない。ああ、いや、怖いな、サーフィング。ちょっと、こいつ、サーフィング、取れねえわ。こいつ、泳げねえわ。
800ミリでどっから取りたいの。そうそう。そう。そう。応援で来いって言われて。応援で来い。ビーチから。いや、結構いるじゃない。サンディエゴ行くとビーチで三脚立てて、おじさんカメラマンがみんなサーフィン撮ってるの。そうなんだ。なんかもうお腹出て、ヒゲで。でもなんか最終的になんかそういうのかっこいいな。いいな、ビーチのね、女の子を見ながらサーフィン撮って。結構いいよね。いや、十勝だけでもさ、ものすごい長玉持ってさ、あの、両運角から撮ってる人たちいたじゃん、よく。景色がないか。景色とか。もう俺らこんなレンズ買えないわと思って、もうそこ入っててさ、つって、ライダーの近く行って撮ってたよね。はい、到着。はい、到着でーす。ありがとうございました。お客様の皆さん。はい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 。そしてキャッツ、うー、かっちょいい。